はい、皆さんここで問題です。今この映像から、何秒か後に何かが変わります。さあ何が変わるでしょうか。当ててみてください。わかるかな。すっごい微妙なとこが変わるかもしれないし、ざっくりしたとこが変わるかもしれませんね。はい、皆さんおはようございます。ヤシの幹村チャンネルのヤシです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ今日はめちゃくちゃ寒い寒いっす ね。フロントガラスがバッキバキですよ。バッキバキ。さあなら、まあ暖気の方も終わりましたんで、それでは出発したいと思います。さあそれでは3000平米2階上げ全部終わりましたんで、片付けしていきましょう。結構きつかったなすっげえ上り下りした。さあ片付けます。はい、皆さんおはようございます。もうお正月お休みですね。お正月休み、あ、お正月休みですね。はい。でちょっと昨日、まあトラック自体は外観は洗えたんですけど、内装をまだちょっとやる時間がなくて、でちょっと会社の方出てきて内装の掃除を、まあ年末前に、あ、年末前に、まあ、年明け前にやりたいと思います。ちょっとね結構後ろも散らかってるん で助手席の足元とかちょっと細かいところ、今日は清掃も持ってきましたんで家からまあこれね電池が持つかな、ギリギリ持つかもしれませんけど、うん、ちょっと大まかなところこれでざっとこう、掃除機かけて、今年の汚れを、相棒の汚れをちょっと落としていきたいと思います。でね、また年明けてから、一発目のお仕事気持ちよく、仕事したいなと思いますんで、今日は内装の、掃除をしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。ちょっとね大まかな、ゴミとかを集めたいと思います。伝票とかをですね、挟んでいただいてるんですけど、クリップがねすっごい溜まってんのよ。クリップね、これね返そうかな、来年一発目に返そうかな。ずっと溜まりっぱなしで消化するんだけど全然溜まっていくんですよね。はい、ならこれもちょっとまとめておきたいと思います。
くね。ちょっと待って、え、もう充電切れ数秒しか使ってねえんだがえ、充電されてなかったんかな。昨日してたんだけどな、早すぎるだろう。ほら、あれ、ああもう点滅してる。ああ昨日充電してたんですけど、ちゃんとハマってなかったのかな。ああしょうがねえな、しょうがねえな、どうしようかな。まあとりあえず大まかに、掃除機はまた次の機会にということで。やりたかったな。この辺とか結構掃除機かけたいんだけどな。そう、マジか。掃除機だけまた今度来ようかな。うん。だからまあ他のところをちょっとできるところやっていきたいと思います。さあ行くぞ。はい、助手席の足元がね結構汚れてますんで、まああの辺とかバインダーのなんかチェック表みたいなのもちょっと整理していきたいと思います。はい、まあ足元綺麗になりましたね。さあなら次どこ行こうか。この辺ちょっとごちゃついてんな。この辺もやりましょうか。はい、まあサクッと綺麗になりましたね。一応ねこれあのなんかな、あれガラコみたいなやつですね。コーティングスプレー、瞬間コーティングスプレーと夏場によく使うんですけど、まあちょっと匂い消しもうね、夏汗がすごくてですね、お客さんのところで汗臭いのねちょっとね失礼かなと思って、まあ、そういうこうスプレー系をちょっと置いてるんですけど、さあならまああらかた綺麗にはなったかな。この辺も綺麗に なりましたし、まあまあこちら辺もまあまあいいでしょう、悪くないでしょう。この辺、あ、1円拾っていかなきゃとまあ後ろはさっき見せたように、これダイソンなんでこんなあれなんかな、一瞬で終わったなまあいいや、しょうがねえか。で、うん、電池切れなんだ、早いな、点滅してる。これ電池切れでしょこれね。はい、ならまあまあまあ、あらかた綺麗になりましたんで、まあね、トラック自体も新しいんでそこまで、汚れるって感じではなかったんで、まあまあ軽く、掃除しに来ました。